毛利神殿の開発前後の比較地図毛利神殿は、明治時代に三河国厚見郡室、磯部、大崎の山下村にまたがる海岸の地先の巣を干拓した神田である。現在の上野神殿として再開拓される前に作られ、その後消滅した干拓地で堤防の形と位置は上野神殿が引き継いだので、毛利神殿は現在の上野神殿と同じ形状。 面積であった。第110国立銀行取締役であった山口県の毛利義久が明治21年に銀行の融資事業として開拓工事を開始し、明治23年に堤防は完成して、豊橋の昔の名前である吉田から吉田神殿と名付けられたようである。しかし、近隣住民は毛利が作ったので毛利神殿と呼んでいた。しかし、 翌明治24年に農美地震で堤防の破損、その翌年の明治25年に波浪による堤防崩壊により神殿は元の海原に戻り、復旧の目処が立たてられず開拓を断念した。工事開始から神殿消滅までの5年間だけ存在した神化であったため、毛利神殿の詳細を知る人は少ない。その後、初代神の金之助が、 神殿に関する全権利を買い取り、再開拓となる。神の神殿は、毛利神殿の基本設計を引き継いだが、脆弱であった堤防は、毛利神殿のノウハウから、巨大化と人造石による、表面保護で強固なものに改良した。豊橋市を流れる豊川を中心にした河口は、三河湾に広がる六条型といい、川からの土砂が、 陶器の西風による打ち寄せる波で海岸に巣ができた遠浅の海である。そのため、江戸時代初期から干拓事業が盛んで、江戸時代末期までに合計25の神殿が作られた。干拓は、豊川にできた巣、及び三河湾沿岸の巣を西へ西へと広げてきたが、陶器の強烈な西風による波浪で堤防が破壊されるため、明治以降は、 海岸の西に伸びる広大な巣がありながら、新田開拓は諦められていた。しかし、強固な堤防で囲えば、江戸時代に作られた25の神殿の総面積に、匹敵する千0長部を超える広大な神殿が確保できることを、愛知県庁は認識していた。江戸時代に開発された25の新田旧、長州藩市が金禄交際をもとにし、明治11年に、 1百十国立銀行を創立し、初代頭取には、毛利義久の養父の、宇田毛利市へ十二代当主、毛利地臣が就任した。明治十三年の頃、愛知県庁土木課の山口県人の岩本昭子と武が、室の海岸沖の寄りすが干拓に適していることを発見した。明治十八年に、親臣が亡くなって義久が家督を相続し、 第110国立銀行の取締役に就任したが、銀行は、融資先がなく困っていた。同年、山口県人の勝又実が、愛知県令に赴任したので、県土木課の岩本翔子と武器は、同県人で先輩である、勝又実に、室海岸沖の寄り洲のことを報告した。勝又は、長州藩の元が老い家が、取締役をしている。 第110国立銀行が融資先に困っているので、明治19年に愛知県庁も全面支援するとの条件で室海岸沖の神殿開拓を進めた。明治20年、毛利は第110国立銀行の資金を持って神殿開拓を決意したが、大工事のため愛知県庁から監督を出してもらうよう願い出た。その頃、八名軍の一区渡から、 とよの水を取り入れるために、ひでりで困っていた、かもの、金沢八名はの三加村が、揚水工事を開始したが、資金不足で補助を、愛知県庁に願い出ていた。勝又県連は新谷に、必須の水を、かもの、金沢八名は用の揚水を神殿まで、延長するのが都合が良いと毛利に進め、毛利にとっても渡りに船と、神殿工事に先立ち、毛利は、 明治二十年に溶水工事を開始した。新田工事は明治二十一年愛知県庁が毛利義久の願いを聞き入れ、県庁工事に準ずる扱いとし、監督も県庁から派遣することとし、同年に県庁主体で新田工事の起工式を行った。明治二十三年に数回の天才を克服して、堤防が完成し、工事の山場がクリアできたので、愛知県庁は、 工事から手を引き、工事前権を毛利に変換した。神殿は、正式名は、吉田神殿、通称は、毛利神殿と呼ばれ、翌年の明治24年の帯地震で神殿の堤防が破損したので何とか復旧したが、その翌年の明治25年に、地震で傷んでいた堤防が暴風雨による波浪で壊滅し、毛利神殿は元の海原に戻ってしまった。 住民を含む多くの死者も出るなど、壊滅的被害となり、復旧のめどが立てられず、毛利義久は、神殿開拓を断念し、第百十国立銀行は、毛利神殿の工事費40万円の損失を出し、毛利神殿を売りに出した。明治26年に、毛利神殿に関する全権利を神の金之助が購入し、再開拓とすることになる。福島県吉が、 吉田藩の命により、文政4年に、毛利神殿となる、市の北東部に、東、中、西富士見神殿を干拓したしたが、波浪により、破滅し、現在は復旧され東明治神殿と、西明治神殿と福島に行となっている。天保4年に、江戸幕府により、厚見半島の付け根の北にある、大津島を中心とした大神殿を開拓する噂が立ち、 吉田藩主の松平新純が対抗のため福島県吉に神殿開拓の吉田藩藩の測量を命じた。福島県吉はその年の4月から12月にかけて富士見神殿の街廊の干拓と松原用水を参考にした考え用水路の測量を行ったが、その内容は後の毛利神殿と室用水と規模も形状も同じであった。しかし、 大神殿の開拓計画は実行されることなく、翌天保5年には、幕府は計画を中止し、吉田藩の計画も立ち、説明となった。福島県基地の測量は後に、愛知県庁土木家の岩本省、琴吹らにより、毛利神殿と考え用水の設計に取り入れられた。毛利神殿は、多くの天才により開拓を諦めたが、 その基本設計は神の神殿でそのまま引き継がれた。ありがとうございます。